はい、チャンネルのデータで理想の彼女を作る恋愛婚活スクール LNC チャンネルということで、今日のお題は LINE で落とすテクニックは存在しないっていうことをお話ししていきたいと思います。なのでこの動画がためになるよって方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録の方お願いをいたします。じゃあ LINE のやり方についてちょっとご説明していきたいと思うんですけど、 LINE で落とすとかよく教材でありますよね。僕も実はそれ5万円ぐらいで買ったことあります。ためになるところもあるはあるけど、それがいいか悪いかで言ったら多分使えないと思います。これ僕の意見ですけど、その教材は買わない方がいいと思います。じゃあなんでそうなのかっていうんですけど、僕実際買いましたから5万円で、で2ページ3ページ読んで捨てました。そうですね、あれは本当に思います。なんで使えるものも若干あるんですけど、5万円の価値はないかなと思いまして、なんで今日そんなこと言うのかっていうと、クレジットカードの請求書見せたらパッと思い出してクソだったなと思ってちょっと送っちゃったんですけど、 LINE でひっくり返すとか LINE で月にさせるっていう方法は僕的にはないと思ってます。なんでないのかっていうと、もう会った時に決まってるんです。だって皆さんもそうじゃないですか。これ見てる方9割以上男性だと思うんですけど、パッと女性見た時に男性は特に外見で決めがちじゃないですか。なので容姿が自分の中で良くないなと思ったら、その後 LINE しないわけだし、してもなんかあんまり自分が乗り気じゃないわけですよ。それ女性もそうなんで、ただ女性の場合は全部が全部外見だけで見てるわけではないし、その男性の生き方とか持ってるものとか雰囲気、仕事をちゃんと頑張ってるとか夢とか、そういうところをトータル的に見て雰囲気イケメンっていう言葉も多分あると思うんですけど、そういうところで判断していくと思うんです。でも結果女性が男性を見るときに外見だけじゃなくて、なんかこの人いいなと思わないとしてこないわけなんで、だから LINE テクニックとかってあの5万円の教材使えないわけじゃないんですけど、会った時に決まってるんですよ。だから会った時にあなたがどれだけおしゃれだったりとか、おしゃれなんて買えばいいんで、パシャコーディターしてもらえばいいんで、でトークを磨いて会話の台本作ってやっていけばいいわけです。切り替えていけばいいわけです。最終的には女性慣れしていかなきゃいけないんで、だから僕らのスクールのメンバーとかはやっぱり僕が書いた台本を渡したりとかして、そのまま女性の前読み上げていくっていうような練習をたくさんしてます。だから結局会った時にどれだけ引き付けられるかってところなんで、まずそこやっていこう、自分磨きしていこう、これは自己投資なんです。これしていかないと LINE ひっくり返すってことは多分できないんで、そういう教材は買ってもいいですけど損すると思います。逆にこれめちゃめちゃ良かったよっていうそういう教材あれば教えてください。僕はないと思ってますけど、ぜひ僕もそれいいよって言ったら僕絶対買いますんで教えてください。そんな形で LINE でひっくり返すテクニックがない、会った時にできるだけ引き付けるかで勝負ということでございます。この動画がためになったよって方はぜひグッドボタンを押してください。そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。